こちらがあの小岩にある、スイちゃん、スイちゃん、うん、タピオカドリンク小岩店、うん、今人気の人気のね、はい、ですね、うん、飲んだことありますか？ないです。お、じゃあ今日は初めての、うん、タピオカドリンクを飲むということで、うん、そういうことです。タピオカ自体初めて、初めてということで、早速入ってみたいと思います、うん、はい、失礼します。一番のおすすめのは何ですか？あ、もうスイチャミルクティーも店名にも、うん、店名にもありますので、うん、いや美味しそうです。であればそれの、L と M があるんですけど、うん、量的には、ほう、私は普通。じゃあこっち。ありがとう。おー、でかい。はーい。あ、ストローも少し太めになってますね。ね、飲めるようにね。うん、で、これ下に沈んでるから、先ほどの、まあ、混ぜ。混ぜてみて。ちょっと混ぜ混ぜ。かくまん。かくまん。かくまん。こんな感じになる。うん。あ、上がっていくんだ。ほう。上がってた。おいしそうだな。じゃあ、私からいっちゃいます。じゃあ、いただきます、はい、じゃあ、スイちゃん、スイちゃんミルクティー、はい、いただいてみたいと思います。はい、あ、入ってた、すげえ、入ってた、お湯込まれた、うん、すげえ、うまっ、うまい、やばい、マジ、やばい、タピオカね、普通の、うん、こうつけられた感じ、後からこう来る、で、吸った時のこの太さ、うん、ミサイルみたいな。あ、マジで。このほどほどまた口の中に放り込まれて、すごいもっちもち。もっちもちだ。うん、僕は初めて食べようか。うん、はい。うわ、うん。うん。そう、口の中の食べ方いっぱい。そうそう。うん、美容に自然美容成分、ビタミン C とかビタミン A、ビタミン B2、こういうの入ってるのもあります。これなんて読むのかな、百花これで漢字も、うん、ファッションフルーツ、ティーの、タピオカですね。あ、黒いのは同じ、あの同じものが入っていると思うね。黒いタピオカもともと入ってないんですけど、ほうほうほう、あ、トッピングで入れると、なるほど。中黒いのが、うん、あのファッションの、うん、の種が入ってる。ああ、ほうほうほう、黒いのだ、なるほどなるほど。じゃあこれもちょっといっちゃおうかな。あ、いってみます、うん、いっちゃう。じゃあご用意します、うん、はい、お願いします。で、これも中国語だとバイシャングオですね。バイシャングオ、うまい、うまい、うん、ねえ、ミルクティー自体のものが美味しいから、うん、一回飲んだらもう止まらない、もっちもち、口の中がもうもっちもち、うん、ぜひ皆さんが来て、飲んでみてください、うん、すげえ美味しいですから、うん、お待たせいたしました。来ました、ファッションフルーツティー。色もいい、ファッションフルーツティーですね。ここが下に入ってるので、よく混ぜて、あ、これも混ぜて、はい、はい、お、これも入ってる、ファッションフルーツ、うん、そもそもファッションフルーツ自体を食べたことがないから、うん、興味津々、はいはい、うん、初体験、うんうんうん、バイシャンゴ行ってみましょう。せーの、バイシャンゴ、うん、はい、じゃあ今回は、あ、私から、はい、特別に、はい、しっかりと混ぜて、混ぜて、ね、混ぜて、混ぜて、させて、うん、またこの種をまた食べれるんでしょうね、うんうんうん、どうですか。あ、飲んでるとまだ 今入ったばかり。あ、そっかそっか、なるほど、フルーツ、フルーツ、ほう、フルーツって本当に、なんだろうな、桃とはまた違うけど、うん、マンゴーともちょっと違う、はい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 、うん、で、しかもフルーツ食ってるって感じ、ほう、うん、じゃあ、うん、私行ってみたいと思います。ファッション、いや、うまい、ね、これはね、うん、
なんていうのフルーツを飲んでるというよりも、うん、なんか飲み食べてみたいな感じで、うん、そうそうそう、どんどん体がこう飲むと、うん、もっともっとってこう、うん、こうなんていうか欲してくる、飲めば飲む、うん、これ一回飲んだらね止まらないですよ、うん、だから多分これだけの量があるんだろう、うんうん、これもうちっちゃいエースなんかあったら一瞬で終わっちゃう、はいはいはい、うん、で種も一緒にこう吸われてきて、ただ飲むのではなくてちょっとこう、こうカリカリっとこう、こう食べ飲み、うん、なんていうのかな、うん、まさにファッションを食べている感覚にさせる、うんうん、まあ、味ですね、うん、いや非常にこれは美味しい、うんうんうん、これ使い込んでもいいかもしれない、いいかもしれない、うん、じゃあカメラマン美味しい、いや美味しいな、美味しい、今度外でね、うん、歩きながらもできるっていうのがまたいいですね、いいですね、中でも楽しんで、うん、外でも楽しめる、楽しめるというね、はい、うん、超美味しいです、はい、じゃあちょっと飲んでみましょう、飲んでみましょうか、はい、うん、ファッション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 、